YouTube の録画開始しておきます。ありがとうございます。こんなもよそ向けのは揃ってきてるね。ヘッドホンしててね、一応普段通りできるようにしちゃうから、はい、ありがとうございます、キャスさん。じゃあ始まります。あ FEC チューンド、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  FEC チューンド。どうも、デコボコトラベリングのリョートと、どうも、おせっかいピーナッツですの説でーす。そうだね、自慢ね説ね、もうみんな焦ってると思うんだけど、すごい組み合わせ。なかなか見れないもんね。はいはいはい。どういう組み合わせになってるかっていうと、はいはい、実は今収録してるのが、はい、火曜日。もう、時間過ぎて今、水曜日になってるんだけども、はい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 、本当は水曜日ね、僕たちラジオやる予定だったんですけど、石垣島に今行っちゃってます。録画なんです。はっきり言います。皆さん見てるのは録画です。あんま言わない方がいいぞ。あんま言わない方がいいよ、ね。あんま言わない方がいいけど、仕方ないよ。仕方ないよ。よ、これは今回は。録画で今やってて、録画です。はい。説がラジオ終わったタイミングでまたちょっと収録お願いして撮ってる状況なんですけど、ありがとう、説。いや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 、本当に急にね、うん、ほんの数分前に電話かかってきて出れるって言われて、まあ案の定僕は暇ですから出れます。ありがとうありがとうございます。暇でよかったです。本当は本当はあの先週のラジオで言ったのは節と元志さんを一緒に、はい、出してラジオやろうと思ったんですけど、ちょっと急遽ね、やっぱり、うん、2人で喋った方がいいな。結局ね、多分元志さんが独占する可能性があるのよ。なるほどね、うん、あの人やっぱ独占欲あるからね。地味にああ見えて独占欲あるから、水曜日独占して自分の木曜日のラジオを独占するから、独占するから、もうそしたらもうやばいから、やばい、ね、今日は節と一緒に喋っていけたらなって。なるほどね。ありがとうございます。心遣いありがとうございます。いやいやいや、こちらこそ。水曜日さ、だから、うん、もしかしたらだけど、うん、うちの相方のカイリーと、はい、カイがやってる YouTube チャンネル、スタイリッシュ向上委員会がアップするっていうことで、ここは、はいはい、非スタイリッシュ向上委員会でやっていこうかなと思って。そうですね、はい、絶対向上しないぞという強い意志を持ってちょっと2人で喋っていこうかなと思って。俺たちって、うん、なかなかなんていうの、こうメディアでもそうだけど、うんうんうん、2人で喋るってことは初だもんね。ない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 、飲みに行ったこともないし、そう2人で。そうだよそうだよ、だからそうなんだよな、意外とだから電話とか、まあ、うん、それこそ自分がこの、うん、あの芸人 FEC 入った理由は亮斗くんではありますから、うん、このちょっと喋ったりとかはあるんですよ。当たり前に。俺っていいの？俺、いやいやいや、なんか入れたみたいな感じで聞いたから。いやいや、俺言ったかな？そうなんだよね。なんかだから話がちょっとややこしいけど、実際のところ言うと、だから、りょうとくんに FEC どんなところみたいな、うん。そうだね、最初聞いてたもんね。で、芸人すごい興味あるんだけどって言ったら、もうすごくいい。みたいな。FEC すごくいい。お世辞さや。もう、で、そん時はやっぱちょっとお世辞とかもわからなかった。だから、あ、入ってやっぱ、あ、お世辞なんだなってことは知ったけど。言うな言うな。そうそうそう。節と出会ったのも、いいおせっかいピーナッツと出会ったのは、だから、うん、アカペラサークルの、そう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 。MC をデコボコでやった時に、節とか武漢とか演出とかは担当してたのかな。そう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 。で、MC とかもお願いしてもらって。で、うんうん、で打ち合わせとか結構やってたんだけど、その時にね、うん、2人で会う機会があったから、それで喋ったんだよね。そう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 、演出終わりだったかな。終わりだよね。そうで2人で喋ってて、そうそうそう、そしたらまさかの入りたいって言うから、そう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 、まあだからその時はそれもなんか入る
か迷ってて、あ、そうだよね、その大学院行こうと思ってたから。そうだよね、もう大学卒業して大学院に行こうとしてたもんね。で、なんなら大学院もほぼ合格決まってたから、だからあの時なんで蹴ったお前は。いや、だからもったいね、あのなんで蹴った俺。本当に今ちょっと思ってるんだね。思ってるよ。なんで俺蹴ったのかなって思ってるよ。でもいや、でもまあまあ、でもすごい後悔はしてないけどね、うん、そうだよな、会がまた来たからね、相方でね。そん時はそれも会がやるってことも知らずに、うん、だからピンでやろうと思ってたから。そうそうそう、最初そう言ってたのよ。そう、ピンでもいいから、まあ適当に入ってなんかやろうかなって思ってたけど、うんうん、まさかの海くんにその芸人やるけどみたいに言ったら、うん、あ、じゃあ僕もやりますみたいな。じゃあ節が誘ったっていうよりか、海が聞いて、あ、俺もやろうかなってなったのかな。そう、なんかね、一応ちょっとコンビとかのやつ一応探してはいったけど、うん、でもまさかやると思わんさ。そっかそっか。で、まあ適当になんか、まあ一応コンビも一応探してはいるけどみたいな。そしたら海が、うん、ちょっとこれは2人でもう、その時ね、ちょ、夕方のあの夕日とかも差し込む中、いい景色よ。そう、外で、うん、さ、2人でこうやって座って、うん、でしょ、海が俺の目見て、うん、これって、うん、コンビ僕と組みたいんですかみたいな。ちょっとはっきり一応どうなんですかみたいな。で、その時俺も一応、うん、いや、まあ、まあ組みたいか組みたくないかで言ったら組みたいけど、うん、みたいな、めちゃくちゃ気持ち悪い告白みたいな。そうだよな、なんか会議がだから俺と付き合いたいって言ってる、言ってるみたいなもんだよな。そうそうそう、どっちなの、どっちなの、みたいな、はっきりさせてよみたいな。いや、まあそりゃ組みたいか組みたくないかで言うと組みたいけどみたいな。付き合いたいか付き合いたくないかって言ったら付き合いたいけどって言ってるってことなんだよね。そうそう、最低な告白の仕方だけど、あの夕日が、そうそう、夕日の中で、そしたらじゃあ組みましょう、やってやりましょうよっつって、で、あのその半年後、うん、やんで一回やめそうになるって。なんだあいつ、あいつなんだ、会もやむことってあるのか。あ、だからもうね、その時レポートが1日に本当にもう何、4レポートを毎日みたいな。現役大学生でバイトもしてるもんな。そう、バイトしながらそれも2000字とか書くの、レポートって。それを毎日4個ぐらい。じゃあ破局もするよな。いや、だからもうやばかったやばかった、もうなんかもう正気がなくて。だからなんていうの、あの芸人辞める辞めない以前に本当に人間辞めるんじゃないかぐらいの追い詰められ方。そうだよな、本当に。あいつが食べる食べ物とかもさ、なんか本当にサプリメントみたいなさ、もう本当にお前人間かって思うような生活をしてるって聞いたからさ。完全食です。完全食だよな。あいつは完全食をしてます。会のこの見た目とちょっと中身が全然わからんから、俺たちもね。あいつはだからもうオートミールとサプリさえあれば生きていけると思ってるから。やばいのよ、無人島持ってこいやし。もあいつやばいのよ。何持っていくって言ったら、オートミールとサプリだけ持っていけば生きていけるってことでしょ。生きていけます、あいつは。まあまあ、持ってこいではないけどな。だいぶだいぶオートミールとサプリ飲みはしんどいと思うけど。そうよ、あいつは感じないっていうからな。いや、でもいけちゃうからね。だからもっとイケメン連れてきよってサプリするって思って。だからな、いや、なんかね、うん、でもちょっとシュッとしてるボケは欲しかったの。いやー、だいぶシュッとしてる。ね。で、2人でさ、また最初は歌ネタよりかは普通のネタやってたよね。そう、王道漫才。そう、そうやな。そしたら王道か分かんないけど、王道っていうか、うん、うん、普通にまたちゃんとしたね、オセピーらしい、ね、漫才してたけど、すごい FEC の上の師匠のまーちゃんさんが歌った方がいい、歌った方がいいよって。あと中澤さんね。あ、まーちゃんさんと中澤さん、あー、もう、2組だよ、もう2組で、あの2人にやっぱネタ見せ持ってくじゃん、うん、でちゃんとしたネタ持ってって、うん、あ、ちゃんとしたネタっていうか、なんか、まあ、歌じゃないネタ、ね、うん、そう持ってってやるじゃん、うん、違うなーって最初言われるよね。そう、でもなんかその時に、あ、うん、なるほどなっつって、なるほどね、なんか最初は、でもなんか最初はなんかでも分からんさ、なんで歌わして、あの歌ばっかさせるんだろうと思ってたけど。そうだよね、そうだよね。でもやっぱあのさすがだね。いや、さすが、もうやっぱ芸歴が違うからさ、うん、やっぱやっていけばやっていくほど、あ、うん、なるほど、こういう意図があって歌をしてたんだみたいなのは、うん、なるほどね、感じてきたんだね。感じてはきた、説の中でもね。そう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 、そう、だからまだいい方さ、うん、すぐ言われたじゃん、もう入ってくからこんな感じでやった方がいいよって。俺たちの時はさ、もうなんていうアドバイスよりも最初はやっていって、ライブだからもうライブでやってって自分たちで見つけてっていう感じだったからさ。で
で試行錯誤して俺も脳内行ってたからもともとだからまーちゃんさんに、うん、お前らはもうニコニコしてまず漫才やれ言われてまーちゃんさんからアドバイスもらって最初ちょっとねなんていうのなんて言えばいいんだろう帰りを俺が好きみたいな漫才をやってたわけ見たことあると思うんだけど見たことある帰りって俺銀行強盗やりたいわけさって言って帰りがダメだよ亮と銀行強盗やったらさお笑いも漫才もできなくなるしメディアから出られなくなるからさみたいなそうだよな帰りみたいな漫才終わってちゃやったじゃんあでも好きだけどね面白いけどこんな感じでやってたからだからまたおせぴもすぐまたスタイル変えてすげえなこいつらって思いながらいやでも最近さ、うん、ちょっともう分かんないのがさ、うん、歌をちょっとやっぱ突き詰めてった方がいいなって思ってて歌とお笑いっていうのがでそのネタをやっぱ、うん、いろいろ試行錯誤してさ、うんうん、バーって詰め込んで最近中澤さんに見せたわけ、うん、このネタどうですかってバーって、ねいいね、見したら中澤さんにこれじゃないって言われてえもう分かんないあのお前たちは歌をした方がいいからってあれ歌してる分かんなくなって分かんなくなってくる分かんなくなってくる時あるもうちょっとこれが歌なのかが分かんないそう戸惑いながらな戸惑いながらもまあでもそれがもう笑いだなとは思いながらそうだね楽しいけどねでも本当になんかネタ見せとかも中津さんとかも結構やっぱアドバイスの的確だしさ本当に的確だねまーちゃんさんもまーちゃんさんすごいさねすごい本当にすごいもう見せてくれるんだけどこんなした方がいいよってやっぱ説の中で、うん、こう FEC の芸人さんっているけど、はいはい、憧れとかやっぱこの2年くらいいるけどさ、はい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 すごいなって思う思ったりするあ思う本当に誰がいるねこの中であ自分とかはやっぱ、うん、まあ本当に全然慣れないよ慣れないけど、うん、やっぱ憧れとかすげえなって思うのはやっぱミッチーさん天才ミッチーさんなんだやっぱそうだよなミッチーさんもすごいもんなもうなんて言うんだろうあの芸人が好きな芸人じゃんわかる？このやってることがさ、あとお客さんもやっぱ、あ、そう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 、ね、あのお客さんのさ、だからたまにさ、うん、あのいやお客さんも大好きなネタもあるけどさ、うん、あのあのポケットから白い粉落とすみたいな、で鼻から吸うみたいな、絶対ね、こんなんダメでしょみたいなネタをあの人やるじゃん。なるほど、ミッチなんかミッチさんなのね。だでも全然違うよ。だから、うん、あのああいうなんか。芸人さんが見てもうわかっこいいなって思える芸人はしたいなとは思いつつまだ全然できてない憧れいるよねやっぱりね俺もミッチーさんとかもそうだけど あ、考え方全然違うさなんかもう全然違うなんか一周どころかめっちゃ回りすぎてるよくわからんときぐるんぐるんしてくるどうたどりついてくるだったんだろうたまにも俺らがついていけてないみたいなミッチーさんにミッチーさんに僕らがついていけないだけだってなる時あるなんかミッチーさんがミッチーさんとネタを作ることがあって、うん、さ3人でコントでこぼことね、うんうん、やるってなった時まあ王道なんだけどって言ったボケが王道じゃなかったもうだからおかしいのよあの人だからさすがだなって思ういいのよな本当にいやだからかっこいいなと思うしいい、ね、あとはまあやっぱりまあすごい優しい先輩っていう意味でも、うん、あの知念田さんあの新一郎さんね新一郎さんだって AD もやってたそうそうそうラジオを誘ってもらったのが、うん、知念田さんきっかけだったんだけど、うん、やっぱりラジオとかでこの回す能力とか、うん、いいよねやっぱあの演技もできるさ、ね、歌も歌えるさ、うん、もう完璧だなと思って確か喋りもするっていう喋りもめっちゃ上手で新一郎さんもすごいよねいやもうすっげえなって思ってもう新一郎さんとラジオした時、うん、やっぱいろいろ思ったことあると思うんだけど、うんうんうん、こうかっこいいなって可愛いところ見たことある新一郎さん、うん、かわあんまないとか言えるもんかしらでもあんまだから完璧に見せるさそう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 完璧な人のイメージどん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 ちょっとずつ見せてくるタイプだはい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 可愛かったのがさ、うん、新一郎さんと二人で飯を食う機会があったの、うんはい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 あのちょっとお笑いの話とかするって言って2時間ぐらいさ、うんうんうん、その時におしゃれなあの人結構おしゃれな店大好きだわけさあーそうなんだなんかおしゃれなカフェみたいなところ行ってからほうほうでやっぱおしゃれだから高いじゃん、うん、高いで俺がおごるからさ何でも頼んでって言っておう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 で渡されもうあ分厚いメニュー表なんか英語とか書かれてるようなそうそうそうかっこいいね、はいはい、見てからさ、はいはいはい、ステーキ
がもうドーンって乗ってるわけさ。はい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 。結構お高い値段だわけ。はいはいはい。3000円4000円。うわー高い。いいよこれ高みだみたいな。いやーすごいな。で、しーちろうさんが頼んだのが、うん、まあ美味しいよ、うん、パスタなんだけど、クリームパスタみたいな、うん、1000円だわけさ。おおおおおお。まあでも高いけどね。高いけど、うん、まあこの中で言うとね、しーちろうさんがこの中で、あ、安いのを頼むんだってなんかさ、で、はいはいはい、申し訳ないなって気持ちあったけど、もうしーちろうさんはもうこれで、あの、なんていうの、帰れないからもう頼んだ方がいいよ、はい、ステッキみたいな。でも途中途中でさ、なんていうと思う、パスタもやっぱ美味しいよなあ、タルトパスタもはぁ800円かって言ってたで、一回注文したわけさ、ステーキとじゃ、うん、このパスタそしたら店員さんが後から申し訳なさそうに、うん、すいません、ステーキが完売しちゃいまして、うん、今日はないですって言った時、そっか食べさせたかったなめちゃくちゃダサいやんけ、めちゃくちゃダサいやんけ、可愛くない、可愛くないじゃないめちゃくちゃダサい話してる、しょうがないじゃん、しょうがない俺と一緒に頼むでも美味しかった美味しかったなんでよかったな、さすがだよ、しんいちろうさんが選ぶ店だよギリチャラにはなってるかこれ印象ギリチャラにはなってない気はするけど、こういう可愛いところがあるわけよ、可愛いな、知念田さんいいよな、そうそ う,、ね、そういうなんだろう、この可愛らしさはあるよね、それはちゃんとある、ちゃんとあるでもそうあれだったよ、自分たちがさ、うん、ラジオの時にこのちょっとなんか飲み会みたいなのがあって、うん、なんか数人ラジオのその知り合い数人で、なるほど、ね、飲んだ時に、うん、もう全部一応払ってくれた、すごいよね、一応先輩だからつ全部俺が払うわつってバーって全部払ってくれてかっこいいって思って、だからやっぱでも4000円のは今渋るんだって思ってちょっとかパスタがいいな言わなかった、なんかでもそっかあれだよね、買わないとは言ってないんだもんな、そう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 、パスタがいいなっておっきな声で言っただけであって、いいなパスタ言ってなかった居酒屋とかみんな食べた方が安いしなみたいな言ってはなかったらまだあっとあの時はお金あったのかもしれない懐がだいぶ温まってたのかもしれない、今でも懐温まってるあの時はちょっとな、 FEC のすごいね芸人のトップであるから、ね、いやでもそうだよね、やっぱもう FEC 来てからさ、やっぱ学ぶこといっぱいあったと思うけど、うん、いや若手ライブもさ、もう久しぶりにやったじゃん、うん、やったねすごかったね、あてかでもやっぱあれさ本当にみんな若手のさ、あの出たメンバー全員言うけどさ、うん、よかったよね、よかったよね、いや、じゃあ、なんか俺たちもわからんさ、だってせつたちもそうだけど、俺たちあのメンバーでやるのも初めてだしな、初めてだし、もう俺たちも鈍ってるから、もうライブやってないからさ、もういや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 、みんながすっごいぶつかり合いしてるいやいや、でもその中でも両徳暴れすぎでしょ自由無尽に縦横無尽にバーって、いや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 、もう一回見直してほしい、あのカイリーがやって俺が言ってるんだよ説見てほしい、カイリーって本当にカイリーってすごいのが、もう滑ろうが何しようが俺は俺だです立つんだけど、あ、観客のあの声援とか、あの笑い声とかあいつオフしてるからもういいやん、できたらだわけさ、それをどうにか俺が言ってなんかやって、そしてあいつを巻きつけてまた行くさ繰り返しなのだからよ、本当にコンビ同士で争ってたもんなあそこやばかった、だからあれ見てわあちょっとかっこいいなと思ったやっぱ前出ることがやっぱできんからさ俺らは、いや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 、いやだからしたいよ、ああいうなんかちょっと前に出るあれって何、どういう気持ちで出てんのそっかそっか、どういう心持ち、あれは本当に、はい、死ぬっていう帰りゃもうよ、滑ってもメンタルやられないんだけど、はい、俺ってすぐあの出たら100ダメージ受けるのよ、わかる、めっちゃわかる、解もなのよ、解もなの、解は、いや解は逆受けないのよ、で俺がめっちゃ受けるから、なるほどあいつすごいのよ、解とじゃ解でじゃスタイリッシュだなでやばいチャンネルです、やばいチャンネルだな、一応あいつらあのちなみにまあ明日やるんだけどさ、うん、あのちゃんとした、あ違うか、今日かだから今日だね、今日だね、ややこしいけど、ややこしい、今日やるんだけど、うん、やってるかなんだけど、あのスタイリッシュチャンネルの最後のこの締めの言葉みたいな、うん、
毎回全部アドリブでやるからさ、うん、毎回今日もスタイリッシュみたいな適当な締める毎回ダメージ受けんもんね。ダメージ受けてないのよ。いや分からん、今のあいつが編集するからちゃんと考えとけばよかったやつは。あーちゃんとカットされてる可能性あるな。あるな、ちゃんとある。あーだから本当に恥ずかしいのよ。だから見てる俺が恥ずかしくなっちゃう。じゃあカットされてる時はもうこれ見た時、見た人を分かってください。もう本当に、あー自分でも一晩置いてから違うなって思ったんだろうないや本当に二人でこうやってさ今日もスタイリッシュで、じゃあそれもな、どっちかな、カイかな、カイが先にやり始めて今日もスタイリッシュカイリ君もスタイリッシュみたい。いいね、これかこれかと思って最後でもカイはカイはカイでいいけど、カイリみたいにはなってるそうなん。じゃだってさ、だってさ、うん、はいどうもって出てきた時さ、うん、顔面真っ白だったの化粧でさ。いやいや、もうなんか美意識スタイリッシュなのこれが俺びっくりしたよ最初の頃。いやわかるわかる。だもうでもカイもそうなるのは近いと思う。近いかマジか。そうなる日は、いやカイはなんかあの先輩は先輩だ、俺は俺だってなってもらったらいいけどいやなるかな。だってあや経験スタイリッシュはすごいいいと思うんだけど、うんうんうん、やっぱりハイドーモーって出てきた時の衝撃ってすごくて、カイリーがあいつ結構カイもそうだけど、うん、大学が忙しいから急遽もう ライブにちょっと後からもう来るみたいな。はい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 、はい、よくみんなリハーサルとかやるけど、はいはいはい、飛び入りで出るっていう時多かった時期があって、うん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 、あいつ大学祭もあったから、うん、髪の毛を色染めててからさ、はい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 、俺そんなの聞いてないからハイドーモーって緑の髪が出てきた衝撃は忘れられないよいやだからな、いやだから言わないんだよねそれも、切ってくるよとか染めてくるよとかさそうカイも全然言わんのよ。言わないんだ、マジで言わんのよ本当に。だびっくりするから、あいつだからあの脱毛とかのやつもそうだし、うん、髪切ったもそうだし、うん、一切毎回言わないから、俺もスタイリッシュチャンネルができるすらわからんかった。そうでもそうそうなのよ俺も知らんくて、うん、いやだからもうあいつ似てるかもしれない本当にスタイリッシュ振り回されチャンネルの方が、チャンネルあいいね。いやマジで本当にね、だからあれだって、あの月曜日に、うん、あの何あの生配信しますもそうだし、そっかそっか、その後の木曜日もそうだし、木曜日のその何脱毛しに行きますも節も行ったんだけどね、そうそうそう、うん、全部全部9、9だったんだ。もうびっくりした。で何がびっくりしたって、うん、アシスタントの子とかも来てたのよ、その時にイケメンな、知らんかったからね来ること。待って、アシスタントすら俺わからないんだけど何アシスタントの子って。いやいるのよ。どういうこと。あのスタイリッシュチャンネル、うん、あの高校生のイケメンアシスタントがいるのよ、うん、何いやだから俺も知らんくて、そんな子来るってめっちゃ当たり前のようにさ、あのカメラマンでいるからさ俺がこうやってパチンってやっておーとか言ってる時こうやって普通にいるからさ、誰誰誰って思う誰こいつと。そうだよな、そう、こそう、めっちゃバカ、めっちゃバカな子、さすがだなあいつら。ちょっといいなあ、いいなあ、やばいのよあの子ら。節も俺も頑張らんというなんかな。だからもうね、本当にさ、急に言うからさ、うん、怖いのよね。あと一個、うん、あれ今から、うん、あの心配になってくるのが、はいはい、あれこいつら、俺もそうだったんだけど帰りに、うん、お笑い捨てたっていう時あるから。その時はちゃんとあのカイもカイリーもお笑いは持ってるからさ、大丈夫だから。あの俺も心配になった3年前からそうなんだけど、 K-POP も やり始めたりして、うん、踊り始めたりしてた時期があったから、うん、あこいつもうタレント枠になるんだなって思った時あるけど、ピン頑張ろう、頑張ろうってそう思わないで、あのいただきたい。あなるほど、ね、大丈夫、ついてくるから。一応ねカイ君はね本当に一応まあ元々もそうなんだけど、うん、意思がないから彼に。だからもう芸人の時もそうだし、うん、だからまあなんだろうな、多分俺が芸人してる間は多分彼はしてくれると思う。大丈夫大丈夫、だからお互い頑張りましょう。お互い頑張ろうな本当に。だからもうすごいよな、うん、あの一切興味ないのよお笑いの。だから、うん、最近もさ、だから M1 あったじゃん、3回戦のやつ。そうだ、ちょっとその話もさ、今もう何時ぐらいか、あいいぐらいの時間帯だね。あもうこんな喋ってますか。いや意外とやっぱ合うね合うね
ちゃマジ止まらんわ本当に。マジで意外と止まらん。あのだからさあの、うん、セツたちは、うん、あ聞いてほしい聞いてほしい。何が何が。ねこうなったらダメだなと思うのが、セツたちは M1 の1回戦通ったじゃん。通ってる通ってる。そうそうそう。うん、で M1 もさもうセツと、うん、セツとかすごいのが、うん、やっぱ内地のオーディションとかもちゃんと詳しくね見たりしてる。いやいやいや、さすがだなと思うわけ。ね、M1今年デコボコ出れなかった理由って、いや、うん、ラジオとか、うんうん、まあテレビとか、うんうん、いろんなのが忙しくて忙しいっていう理由だと思うじゃん、うんうん、帰り忘れてたね。とげー。いやいやいやマジで。いやだからさ FEC そういうとこあるよな。FEC は関係ないですよ。ちょマジで。FEC は関係ない。帰りだけです。マジでシャフ。マジシャフ。じゃもうさあれもなのよ、まあ、今は亡きカマル。あ懐かしい、ね、今は亡きカマルも中地が出そうとしてて、うん、あの宮城県が、なんか印鑑押したらもう出せるみたいな、最後印鑑押したらもう M1 出せますよっていうところまで持ってきて、うん、印鑑忘れて出せなかった。いやシャフじゃないシャフじゃない、若手のもんだよ若手のもんだよ。で、あとオードブルさんも、あ、そうなの、知ってましたっつって、うん、M1 出しましたみたいな、うん、あ、M1 出すよみたいにして、うん、あ、そうなんですね、いつ出しましたっつって、うん、で、僕らも出し終えましたけど、うん、つって、え、あ、これから出すけどみたいな、うん、終わってるわみたいな。いやでもでもでも、で他にもね、やばいのよ多分、なんていうの忘れて、しょうがない、しょうがない本当に忘れるってなんなんと思って。いやでも忙しいからね。まあね、だからさ、かけるところがちょっと違かったのかもしれんしね。でもそれはあるかも。なんかだからもう本当にさ、うん、あの FEC の人たちってさ、うん、やっぱり若手でもちゃんと仕事があるじゃん。あるね。だからやっぱなんだろう、本当忙しくなってるみたいなところはまああるのかなとは思うけど、うん、忘れるかねこんなに。忘れちゃってた。忘れてた。本当わーって感じ本当に。まあ、でもね。すごいよ。だからすごい。でも3回戦とかも見てたけど、うん、でもやっぱ来年はちゃんと出ないと。あ、出るの？そうそう、一応来週は。来週じゃない、来年は。毎回 M1 開催されてる。ごめんごめんごめん。そんな来年は、ね、そう、オンエアバトルみたいなことにはなってないから。そうそうそう、オンエアバトルがあの時はすごかったけど。だから3回戦とかも今の時代上がってるじゃん。あ、だからね、だからあれ嬉しいよね。 M1 のさ、そう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 、このコンビ気になるわっていうコンビが全部そう乗ってるじゃん。前はギャオとかで、まあ、はいはいはい、やってたけど、もう YouTube だって余計なんか見やすいっていうかさ、マジでありがたい。だからなんか説とかもさ、はいはいはい、ほらよくたまに喋るのはこういう芸人さんとか、はい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 、こうのこうのって2人で喋ったりするんだけど、うんうんうん、なんか気になってる芸人さんとかいたら、だからね、あのコンビでもさ、うん、やっぱりあのカイ君とかは本当に M1 見ないのよ。あ、そうなんだ。マジで見ない。うちの相方カイリは見るわけさ、うん、俺見なかった派だったもん。あ、そうなんだ。カイ君派か、カイ君派だったんだよ。カイ君派だったんだよ。まあね、もういいさいいさ、もうまあまあまあもうね、出来上がって。カイリ君も見るんだ。カイリがとよく喋るね。そうなんだ。M1 見たーって言って、誰々見たーみたいな。だもうね、見てほしいんだけどな。いや今からだよ。見るかな。だからさ、説が気になった芸人さんとか、はい、いるいるいる、また2人で喋っていきたいなと思ってるんで。はいはいはい。3回戦3回戦ね、行った。1回戦も出てたけどね。あ、はい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 。俺ね、うん、誰。俺、金魚番長。俺も。うわあ、わかるわかる。金魚番長いいよね。来るよね。出ると思う。出るよな。あのね、あっていうやつでしょ。ハライチの、はいはいはい、澤部さんみたいな感じで、はい、あのツッコミの方ツッコミの方で、はい、多分番組出そう。ああ、なるほどね、なるほどね。あのツッコミすごいよな。あ、なんか独特じゃん。なんか、これは無理だよみたいな。なまりとかすごいな。あの2人の感じすごくいいよな。で、あの方たちは吉本所属なんだけど、多分なんかそれ気になって見たのは、吉本でもほら、芸人さんになる前養成所行くじゃん。養成所でもう今から芸人さんになりますよっていう方々たちのライブで大会があって、はい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 、優勝してんのよ。え、そうそうそう、 NSC で。え、じゃあ主席ってこと？そう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 。あれと一緒じゃん。なんだっけ、最近だとさ、令和ロマンとか。あ、令和ロマンさんとか。そうそうそう。
だから一緒だ。すごいなって思って。うわこれは来るね。結構芸歴長い。いや最近じゃ最近だとは思うんだっけ。金魚番長わかる。俺だからもう唯一本当に言おうと思ってた。金魚番長は来るぞ。来るぞ。そうですよね。来るぞ。そうですね。あおーそうですよね。そうですねってなっちゃってもうわかるわ。 あとねこれはすごいなと思ったのが、うん、小田上田さん。あ小田上田さんね、うん、あのやばいよな。そうあの前紹介してなかった俺。そうそうそうダークファンタジーコンビ面白いよね。なんかちょっと似てるしな芸風も似てるかな。なんかあのデコボコからダークな感じにしたらあのネタが出来上がりそうみたいなことばっかするなんか小田上田さんどっちだ小田さんか上田さんのその投票としてる方が、うんすごく多分天然とかなんか世界観強いんだよな。あ、そうだね。あとなんかこの細い方はロッチの、うん、あー岡田さん岡田さんみたいななんかなんて言えばいいんだろう雰囲気もあるなって思ってわめっちゃ面白いなって思って。小田上田さんのねネタで俺が一番好きなのが、うん、あの不審者ってネタがあのこれM1 じゃないんだけど別のネタで不審者っていうネタがめちゃくちゃ面白い、うん、そうなんだちょっと見ないといけないねなんか女のあのかもう一人のこの、うん、ちょっと太ってる方の方が、うんはいはい、あのトレンチコートみたいに着ておじさんの格好をして面白いな。でそのおじさんの大きな松茸見るみたいなネタでそれで、いや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 っつって、うん、ほら、おっきな松茸っつって本当の松茸で、あー松茸やみたいなネタなんだけど、うん、で、最後に、うん、じゃあ僕のおっきなお稲荷さん見るみたいな、うん、で、あーお稲荷さん好きみたいな、うん、で、松茸とかも全部くれてた、ね、お稲荷さん好きっつってあ、じゃあね、はい、お稲荷さんっつっておい、チンチンや、あ、金玉やないかいって言ってその金玉を引きちぎるっていう音楽に合わせて金玉を引きちぎってでそれ引きちぎるから悲鳴上がるじゃん、うん、でそれが音楽に合わせてあーっふんっていうネタなんだけど。あこれ吉本の方ですかね。吉本の人かも、うん、だと思う。小田上田さんすごいな。天才だと思って。天才だね。天才だと思った。あとね誰がいる。あの自分たちのネタとほぼ一緒だなって思ったのが、うん、あメガネの坊主のメガネの方違う。どんなネタ逆に。名前なんで俺ら BPM128 BPM128 かなっていうネタあの漫才師の方がいるんですけど、ほうほうほう、めっちゃちょっと俺らのパクリですパクリかどうかあの芸歴とかもねあるから俺らをパクって上位互換にした感じ歌感じなの。いやすごいのが片方がビートボックスを、うん、なんか途中でちょっと入れてなんだろう般若心経をすごいなんかクラブ調にするみたいなネタなんだけど、M1 でも載ってる。 M1 の確かね3回戦のやつでいるよ。 BPM120 歌ネタで言ったらあれだよね、ハーモニー何だったかな。あ新作のハーモニカ。うんそう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 新作のハーモニカもね渡辺さんだったかな。そうそうそう、うん、めちゃくちゃ良かったですね。 BPM128 はねどこで出てたかな。京都ぐらいで出てたと思うけど。あそっか、うん、トムブラウンさんもやばかったね。トムブラウンさんは仕上げてきてたね。仕上げてたねやっぱすごかったね。あと仕上げてたで言うとあの人たちタバコふかしてきますわ。あごめんやばい名前がめっちゃ急に。わかるわかるわかる見た昨日。タバコふかしてきますわですよね誰かわかるかな。結構あそっかこれ収録だけど一応見れるっちゃ見れるのか。そう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  BPM128 さんと見たんだよ見たんだけどいっぱいいるからね。なあくそー あとあれね怪奇。あれはすごいね。すごかったな。あの方たちもうなんかちゃんと仕上げてきてたよ。仕上げてきてた。おちゃんと一応漫才風に漫才風にちゃんとしてたね。ですよねあれいいよね。あれすごいなと思って前はプレイヤーチェンジとかやったりとか。そうそうそう毎回だから3回戦で落とされてたんだって。そうだよね。もう今準々決勝まで行った。行ってるってことはチャンスがあるってことだもんね。全然ある全然ある。
ちゃんと衣装も揃えてきてからさ、あれはだから行くんじゃない？だってメディアも結構出てるじゃん、この1年。一人一人がちゃんとそれも出てる。そうだよね。あるな。いやすごかったな。あと真空ジェシカさんもあって。ああ真空ジェシカさんもすごいよね。だったし、ああきんぴらごぼうのタイガさんがランジャタイもいいよねってこと。ああまあランジャタイさんね。あと地味におもろかったのが3回戦でさ、うん、A マッソがめちゃくちゃ攻めた漫才してちゃんと落ちてたのがおもろかった落ちたんだ落ちた落ちた落ちた A マッソさん落ちためっちゃ攻めた漫才してたよかったよねあれなんだったらブレザーのネタだよねめちゃくちゃでコメントも絶対このネタじゃないぞすごいよねなんだっけな W1女子のさ、うん、やつの時に王道なネタをやったから あの M1 でそれのなんだろうなるほどねあの攻めたのをやりたい欲求が出てしまったんじゃないかって言われていやだからすごかったなめちゃくちゃ面白いだから結構見たけど、うん、割とそこが面白かったなあビスケットブラザーズさんあビスケットブラザーズさんもねあママタルットさんもよかったあみんなはすごかったよねやっぱ雑ないやいや みんなすごかったんだよあとタキオンさん見たはいはい見た見たやばないあのずっとすごかったなワードセンスというかやっぱいや俺はもうすごいなだできないネタだからワードセンスであんなにいやできんできんいやだから本当にさなんて僕のボキャブラリーは平凡なんだろうって思ったあれのタキオンさんのネタ見てやっぱみんなすごかったねすごかったねあれうん何が言ったあれだマユリカさんがやばかったなマユリカさんマユリカさんはいはい見取り図の森マユリカさんの方なんだっけあの方が推してるあかななんでマユリカか分かる名前お互いの妹の名前うわ気持ち悪いでマユリカっていうあー気持ち悪い面白いマユリカさんもいいよね好きとってもマユリカさんめっちゃいいのよなマユリカさんかな あれも面白かったな渡り正義家さん見ないでくださいのやつなあのだからこれ見てる人みんなもぜひ見てってほしいよね欲しいよね本当にいやだすごいななんかもうただたださ、うん、面白かったやつをさ言ってく回たまにはいいよねこういうの金魚番長さん金魚番長さんあれ金魚番長さんじゃないなえあ金魚番長さんだっけ名前うんあれ金魚番長さんかあれだよねあの男の人と女の人のあ違う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 あじゃあ違うわ違うわ俺が言ってた人誰誰人形横丁かな人形横丁キング番長さんも見てほしいえ俺金魚番長さん見てないかもまだいや見てほしい人形横丁かちょっと人形横丁だっけなんか人形横丁だっけななんか違うかも名前ちょっと名前調べますわなんか男の人と女の人でめっちゃふわふわした女の人おとぎ話ではねおとぎ話さんではないよねおとぎ話なんかでもなんかそんな系のね名前かも仲良しさんでもないじゃないで仲良しさんでもな ない、ね誰だろう、まあ、あのおとぎ話さんはあれでしょおっぱいのネタでしょそうそうそうで仲良しさんはあのいいよネタでしょやっぱちゃんと見てんねダウ9万さんも面白かったけどねそういう俺あの人と人さんも面白かった あれでしょしゃもじさんとチュ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 みたいな名前のあ、カタカナあれで、あれ、うん、違う、ヒトヒトって書いてるあ、そっか、ヒトヒトでそう、んちゅうちゅうみたいなあの、なんとかんちゅうと同じ言い方なるほどね、うみんちゅとかのちゅちゅかそうそうそう、んちゅうんちゅうあ、ヒコロヒーと南川さんもやばかったね面白かったねあ、さっきのやつ、ナゴンだ、ナゴンさんナゴンさんナゴンさんでね、あれ、ね、めっちゃ良かったんだよ、それも俺それ見てない、あ、世間知らずさんではない世間知らずさんではないあ根菜キャバレーさんも面白かったけど何だ7番レトロ、ね、何だかなあ9番街レトロ9番街レトロさんも俺好きなんだよあの9番街レトロさんの YouTube のさ スライディングするやつ分かる分かる分かるあれめっちゃ面白くてさおいやめろやーっていうあのあバキバキのも見た携帯バキバキあ携帯バキバキ何それあの面白いおなんか楽屋で、うん、
携帯がバキバキになってたんだよねって、うん、もしかしてお前って言ったらすぐ俺なんかさ、あの椅子あるじゃん、椅子が傾いてる時さあって その椅子のこのなんていうのこのガクガクしてるところに挟んでるんだよねダンボールでもよくないって。やばいよ。てかあのツッコミの人がめっちゃバカじゃん。面白いよね。めっちゃ面白くてさ、それが誰だろう、ちょっと知りたいな、ちょっとなんでこんな出てこない、俺見てた人違う人たちなのかな。阿佐ヶ谷姉妹さんも俺は好きだったんだけど。阿佐ヶ谷姉妹さんよかったね。阿佐ヶ谷姉妹さんもよかったよ。あのちゃんとなんていうの、現代あのこの若者にも受けるように、なんかやっぱゲームチックにしてたさ、おばさんを捕まえるみたいな、おばさんっておばさんのワードを言ったら捕まえてねで、あれでしょ、あのちゃんとあのお互いに捕まえ合う捕まえ合って、どんなオチよと思って、お互いに捕まえ合うオチ何と思いながら、あの方たちってだから優勝もしてるもんね、ザ・ W でもね。あ、そっか。いやだからもう強いよな。あ、違う、ジュリエッタさんもよかったな。なんかでもやっぱここら辺まで来る人たちはさ、いやもうすごい方、見たことある方が、あれだ、あのももさんからの吉田たちさんの、うん、その下りが好き。わかる？あのももさんっていうコンビがめちゃくちゃこの顔いじるコンビで、お互いの顔をいじっていく、優勝し合うコンビなんだけど、わかるわかるわかる、お前そんな顔してないだろみたいな、なんとか顔、なんとか顔やみたいなのをずっと言い合う。あれも前去年もやってたもんね。そう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 、それのあの後にあの吉田たちさんが出て、うん、このあのこっちの顔がっていうので、はいちゃんと流れでやってたもんね。そうそう、俺たちには無理な下りだからみたいなあ、これ太陽のこの方たちではない、太陽の小松さんではないな。はあ、じゃあ誰だろう。あれ俺見た人たちいないのかな、消された。赤もみじさんもすごかった。赤もみじさんすごかったな。渡辺さんだよね。渡辺さん、エンターテインメント所属だよね。もうそこら辺ちょっとわからんな。待って俺さ、見つけれずに終わるまた改めてやろうか改めてやろうか。ちょっと悔しいな。ちょっと見つけた人教えてください。トンツカタンさんもやばかったね。トンツカタンさんはもう普通にエグかったな普通にエグかった。金魚番長さん見てほしい。金魚番長さん見てないな。仲良しさんとニューヨークさんまで見たニューヨークさんもね、めちゃくちゃ見た。わかんない、この男の人がさ、うん、にゃーって、あ、人間横丁だ。人間横丁、はい、あ、ブルーパー吉岡さんの隣にいた人間横丁ね。めちゃくちゃ面白い。人間横丁さんめっちゃ面白かった。これ来ると思う。わかるって、わかったわかった。わかる。人間横丁さん俺絶対来ると思う。俺金魚番長さんも来ると思う。なんでちょっと似てるわ。似てる。漢字4文字で。俺だからもう最初人間横丁さんのこと言ってると思って。あとよ、2回戦ぐらいで落ちちゃったのかな、コンビがいたんだけど、面白いコンビがいたのよ。名前なんだったかな。乙女たちさん。全然あの、うん、まだあのライブとかにも出てないで。組んだのかな、分からん。アイドルの子が一人いて、ああ分かる分かる、お兄さんと女だったから、アイドルのお兄ちゃんみたいなことじゃない？あ、違う？ね、名前なんだったかな、消されてるかな。おっぱいを出すよみたいなネタ、あ、違う？あ、じゃない。なんかね、四字熟語とか言うんだけど、はあ、この女の子が、うん、おバカさんな感じだわけさ、はあ、で、もっとアイドルの方かなと、ちゃんとしたツッコミの男の人、コンビ見たんだけど面白かったんだけどな。誰だろう。俺めっちゃ印象深かったわけさ。誰だ、ちょっと分からんな。女の人と男の人のコンビがいたんだけどね。やばいな、ちょっとなんかただたださ、喋ってしまってんな、喋っちゃう人たちなっちゃった。ごめんなさいね。いやすいません。たまにはこういう、たまにはこういう。あと何分ぐらいかな。もうずっと喋っちゃってるさ。13分、ね、全然ないじゃん時間が。いやでもいいね、たまにはね、まあ、普通にお互いに好きなものを
いいよな、頭にはな。いや、本当に俺好きなんだよね、割と。だからお笑いのことさ、意外とさ、喋れる人っていない、いない、いないことはないけどさ。説的にさ、だから、あのこういう芸人さ、まあまあもう今 M1 グランプリでやっぱり見てたけど、普通にもうテレビに普通に出てる芸人さんとかでもいいんだけど、はいはいはい、誰が一番好きとかある？あ、自分は、うん、芸人になろうと思ったきっかけは、うん、良い子の浜口さん。あ、ええー、意外。そう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 、良い子の浜口さんが、まあこのあれやってたのもまあ小学生だしさ、うん、このちょうどその時あの無人島生活やってたのも、そうだね、黄金伝説みたいなね。そうだけど、あのね、浜口さんがやっぱりこの一人でも多くの人にやっぱ笑ってもらえる、うん、ような人になりたいみたいな言ってて、あ、これだって思ってきっかけだったんだ、浅はかなりに。ああ、これいいじゃんって思って、これにしようって。あ、それでなんだ。そうで小4ぐらいの時に芸人って書いて、あ、そっからもずっと、そっから一応芸人やりたかったんだ。そうそうそう、なるほどね。で、中学高校とか大学は一応なりたいなとは思いつつも、ただやっぱりさ、うん、まあまあそこはもう俺の小心者もあるんだけどさやっぱ芸人になりますっていうとさ、うん、中学なんて怖えじゃん、ハードルもさ。そう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 、っていうことだよね。おいおい、芸人 やってみろよみたいな、もう高野菜出ろよみたいな、死んだ方がマシだと思ってそうなるぐらいなあ、じゃあちょっと心の中に秘めて、そう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 、思ってたんだね。だ、大学とかもやっぱちょっとそことかもあって、うん、まあ一応、まあ、家継ごうかなとかいろいろ言ってたけど、うん、まあ実は芸人、あ、じゃあ浜口さんきっかけなんだ。そうそうそう、実はね。え、きっかけとかあんの、りょうとくん。俺誰だと思う、逆に激ムズな質問するし。俺野生爆弾さんと、俺野生爆弾ネズミの川原さん、やばそう、を俺憧れ、激ヤバ。じゃあ帰りとコンビ組まないから、うん、俺ずっと見てたわけさ、あの、はい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 、はい、その二人の、野生爆弾さんのロケとか、うんうんうん、はい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 、もうやばいさ、やばいね、今じゃもう放送できないようなロケをやるわけさまあ今もしてるけどね、あの人たちも。いや、ちょっと今はまあちょっと前のにはなってるけど、前だってパンケーキでさ缶オケ作ってたのあ、コントもな、チンコ切るコントしてたな。で、あれ女子団体のあの学園祭できんなの頭おかしいから、頭おかしいから。で、そうね、なんか、うんうんうん、天竺ネズミさんとかもすごい。あ、でもあれとか大好きなんじゃない、擬音とかのさ、YouTube 上がってるじゃん、うん、あの天竺ネズミの川原さんと寄せ爆弾の川島さん2人でやってるやつ、あれ面白か、なんかさ、舞台をさ、あの座るところをなんかな、そうそうそう、2人で、こんな仕組みなってるんだ、ね、ひっくり返してさ、あの川原さんがさ、あ、川島さんか、川島さん、うん、もうすごいさ、振り回されてるのがさ、面白くてたまんない、なかなかないもんね、ツッコんでたもんねそうそうそう、おい、ボケさせろやっつって言ってる川島さん。だからそう見るとやっぱ天竺ネズミの川原さん、やっぱ一個ズバ抜けてるんだろうな。芸人さんがみんな恐れてたっていうから。あ、そうなんだ、ずっとボケるから。ボケるし、なんか面白いことをこの人にちゃんとやらないと滑るの 見せられないみたいなそんな、いやいや、すごいよ、ミッチーさんみたいなもんかも。じゃあ、だって一番面白かったのが、うん、これ天竺ネズミってコンビなんだけど、名前川原さんだよね、うんうん、川原さんがまさかの、エージェンけ、あ、なんだ、契約、エージェンシー契約、業務提携みたいな、ほうほうほう、相方に伝えないで、ほう相方が、このプロフィール見て、あれ吉本所属ではないみたいな。吉本所属じゃなくなったの。今はなんかエージェンシーみたいな、なんかあるさ。あ、そうなんだ、契約だから、面白いなと思って。そうなんだ、エージェント契約なってんの。契約になってんのよ。知らんかった、それ。伝えなかったって。それも伝えてないんだ。伝えてないで、いきなり。やばいなぁ。あれもおすすめ、アベマ TV でなんか、うん、コロナの時にだから、うんうんうん、リモートでのなんかお笑いのネタバトルがあって、優勝して川原さんが、あー、はいはいはい、で番組を何時間かやってる。ほうほうほう、やってるのが上がってるわけよ。何それ、何それ、あのアベマでめっちゃ面白いよどういうやつ、どういうやつ。普通だってオープニングで、あれ川原さん来ないなってなって、あ、おうおう、和牛のか、和牛のスーツの、川島さんじゃないよな、
和牛のかあのツッコミの方、和牛のツッコミの方ねが待ってるわけさ、来ないなっつったら、あの信号、このなんていう横断歩道の遠くに川原さんがいるわけ、はい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 、はい、全然来ないわけよ。それを15分20分やるわけさオープニングだったらはい来ましたゲストじゃあ行ってみましょうなんて来ないわけさ。いやもうだからなしつこいんだよな、面白いな俺それ見て、あーすげえないいなー。この人ってやっぱだから川原さんとランジャタイさんはもうずっとランジャタイさん、うっちゃなんちゃんで、ね、うっちゃなんちゃんマジでさ、オープニング長回し選手権さやってる時のやつがあるんだけどさ、あれ素だもんね、あれ面白いよね。ドッキリとかじゃなくあの尺やろうとしてた人の尺やってたからすごかったのがやっぱママタルトさんもそれやってたんだけど、うん、すごかった、はいはいはい、あと赤もみじさんもやってたから、あ面白かった。俺ねダイヤモンドさんの回がめっちゃ好き、 あ、はいはいはい、あの面白そうにも出てた人だよね。そう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 、なんかこうわなんていうのこの和服って言えばいいの、島あーそう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 、あの島々模様のね、しましまやつ来ての人なんだけど、めっちゃ面白 面白いよ、ね、今回の M1 のネタもめちゃくちゃ尖ってたしな、尖ってたねあの方なんか鋭そうだっけ、なんかなんて言えばいいのなんか独特じゃ ん温かいよな、そうそう温かい、あでもかこんなスーツ着て温かいんだわかる、なんかボケの感じ、ツッコミツッコミっていうのかな、だもなんか最近本当にツッコミとかボケがなくなってきてるよね。そうみたいね、いろいろとね面白いって思って、ペコパクさんとかもそうだけど あれを切り開いたみたいな感じだと思うけど、なんかどん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 なんかすごくなってもう語彙力が私はもうついていけないです。いや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 、でもやっぱだからツッコミの人も面白い時代がもう来てるからな、うんうん、来てるからね、ちょっと本当にかい、だから今さもうかいくんも俺も結局ボケボケだしさ、あそっかそっか、どっちも意外とツッコミできないから、あだからさ どんどん話出てくるな、やばいないや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 ネタは書いてんのは説なの、俺俺俺うん、全もう全1から100ネタってどんな詞作ってんの、俺最近作り始めてるからさあーそうか最近作ってる、そういろんなのすごいな、あの新人の人みたいなそう俺が作ってるわけさ最近、あ最近ね、うん、だから聞く聞く、なんか作ってあれとかしたいけどな、本当はだからいろんな人の作り方とか見たいしさ、工程見たいけどな、いろんな人から聞いたら、だからオードブさんだったらあれ、うん、ネタ帳とかに書いたりしないわけさ、はい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 、もう頭の中でやるタイプだって、カマルもそうだと思うんだけど、あだ天才型よ、俺はどっちかって言ったら、うん、もう帰りに伝えるわけさ、はい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 、通じないわけ電話でもあの俺基本的にボケしか書かないわけさそうだろう、だそれをあれでしょ、なんか確立させるのが帰りくんみたいなことでしょ、帰りがちゃんと形にするというか、だもんでも一応一番いい形かもねそれが、そうね、どうにか俺らとかはもう一尺全角、あそうなんだ書いてやる、全部書いてでちょっとたまに腹立つのがね、うん、あいつあの台本にしないとちょっと嫌がるわけ、うん、そうなんだ、逆にだから全部文字にしないと嫌がるから、いやでも俺最初はもうずっと帰りが帰ってくれてたからさ、もう何も言えない人だったわけもう俺たち最近は道具作りから始めたりするから、巨人とか見たでしょ、あの見た見た見た、ウルトラマンと帰りが戦うみたいな、面白い面白いけどな、あんだ多分どんどんキンピラさんみたいな作り方似てるのよ、きんぴらさん、似てるかも、きんぴらさんにアドバイスを俺もらうわけさ、あで森光さんとタイガーさんの考えもちょっと違うわけよ、うん、独特で、あはいはい違うよね、そうそうそう、あのだから本当に意外とさなんか伏線とかさちゃんと考えるの森光さんだよね、うん、そうそうそう演出とか演出とかタイガーさんはいろんな、なんかもう、ま、アイデアをアイデアがバンバン出るから、だから二人と喋るわけよ、はあなるほど、でもいいよね、なんかだ森光さんからさ、うん、出るこのさ設定とかがさ、いや毎回 あの人やっぱすごいなって思う、だからあの人のおかげとかで、うん、よくネタとかがうまくいってるんですよ、分かる展開、タイガさんはもう言葉とかこれやかね、うん、一個一個のこのボケのあれとかだから、あのあれフォーマットを多分森光さんが作って、多分二人で話してどん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 足していく感じなんだろうな、っていって感じだ、そうなんだ、だから俺らとかはそうだね、作ってまあでもあのだからもう4個5個作るわけ、うん、作って海君に奉納して
神社みたいだな。ハイくんがそれを定めて、あ、そうなんだ。そうそうそう、これでいきましょうっつったやつをやって。あ、ハイがやるんだね。そう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 。だからまあオードリーさんと同じスタイルで。そうだよね。あ、でもオードリーさんは最近はほらもうほら、な、もうあと2分しかない。あ、やばい、あと2分しかない。なんかめっちゃ出るな。今もうめちゃくちゃ流れてますか、渡り鳥。最近、若林さんが見てて、春日さんと、あとジャック・バウアーだってやつの、ツッコミの方が、放送作家とかもやってるさ、あの人と2人で漫才やってるのを若林さんが見て、やるスタイルって聞いたりして、面白いよな。どんどんね、あ、もっと喋りたかったね、ごめんね。すごいね、すいません、早かったですが。今日うん、聞いたあの M1 のとか見てみてください。いや本当に、金魚番長と人間横丁、人間横丁さんを見てみてください。ごめんなさい、ください、いやいやごめんなさい、下の立場なんですけど。そうですね、3回戦も行けてないですが僕ら。俺はもう出てないですから、よろしくお願いします。ということですいません、今日もありがとうございました。ね、また火曜日もやってるもんね。大丈夫、ね、そうだね。もうだから今度は俺たちのとこ来てよ、来週。来週じゃないか、まあ次のゲストとかでぜひ、ね、お願いします。スタイリッシュとスタイリッシュじゃない方で、じゃない方の戦いします。リベートしよう、リベート。あー面白いな、ボロ負けして帰ろう。いやー面白いな、泣きながらボロ負けして帰ろう。泣きながらボロ負けして帰りたい。ぜひね。いやいやいや、よろしく。もうそろそろキャンさんもありがとうございました。いやいや本当に、皆さんも来週も聞いてください ね、 ね、この時間も見てくれてる人がやっぱいる。あ、だからね、ありがとうございました。明日も見てください。ということで、はい、お届けしたのはデコボコトラベリングのリョートと、おせっかいピーナッツのセツでした。ありがとうございました。はい、プスプスプスパンパン。結構芸人さんのを見ながらやってるけど、な、影響ないから大丈夫かな。ああ。いいよね、まあ大丈夫でしょ。褒めてしかないし。いやでも本当に喋ったんだな。いやでも本当に大好きなんだよな、芸人さん。そっか、だからネタの作り方は、うん、じゃあこういう感じでやってるんだよね。あ、そう。だから聞きたくてからさ、おせぴとかほら歌だったら歌で、うん、メロディーとか作らないといけないから。あ、だからメロディーも録音する。あ、やっぱそっか。そう。だからもう、あれよ、あの毎回楽譜、あ、楽譜じゃない、お笑いのことを楽譜って言う。そうそうそう、いやマジでね、楽譜って呼んでる時あるから。痛いやつらみたいになってるけど、ほんとに、なんか書くじゃん、バーって書いて、うん、これネタですと、あの別にあの音源が4個ぐらい。そっかそっか。これはこういうメロディーですみたいな。あ、そんな感じでやってんだ。で、渡して、それをカイ君がなんか覚えてみたいな。でも最近ちょっとカイ君の色というか、うんうん、出そう出そうっていうか、なんか出したいねってなって、ちょっとこ の、 あの語尾を変えたりとかはカイ君にちょっと任せて、細かくは、ね、やっぱでも一応上手いから、あの子はもうなんか度胸座ってるから、う、ね、うん、なんかネタ作ってるのは俺なのに、ちょっと結局ネタの完成度的にはカイ君の方がやっぱ上手いわけ。ちょっとあれなんなんだろうって。俺が作ってるんだけど、カイ君の方が生き生きしたもん。僕が作ってますみたいな感じで。いや、カイリーもそうだったと。カイリーだから、おカイリーが書いてたからネタ作る。リョート君すごいな、こんなネタ書けてって言われるけど、カイリーさ、実際これできてる風なんで、ありがとうございます。何も書いてもいない。いや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 、でもそう、まあでもそうだね、なんかね、最近やっぱしずるさんとかやっぱ2人とも書けるじゃん。あ、そっかそっか。やっぱ2人とも書けるのは書けるので、やっぱ喧嘩するらしいから。喧嘩ね。そういう意味ではなんかこれぐらいがちょうどいいのかなと思う。なんか一応自分もやりたいことやれるし、しくじり先生でも言ってたもんね、しずるさんとか。やっぱ見ると、まああの なんていう の、 あのちょうどお互いがお互い関われるぐらいの方が、うん、俺たちまさかの同じペットボトルで色は違うけどね。そうそうそう。なんか出てますね、やっぱりね。いやー、やっぱ出ちゃうわ。キースタイリッシュが出てますね。やっぱスタイリッシュのやつはこれ伸ばんのだろうな。伸ばん、何伸ぶんだろう。なんかあの水素水とか。
せえな。もう本当にあいつら水でいいのにな、もうそこら辺の何数か香水かもわからない、混ざってるかもしれない。そうそうそう、飲んだらいいのに。もうもうだって帰り、さっきでっかいペットボトル2リットル持ってくるさ、やばいね、金魚入れたくないあれ。いやー、水草とか入れてからさ、本当にね、でも多分ね、ちょっと殺されるかもしれない帰り怒ったら怖いわって。帰りちょっと怒ったら怖いのよ。二人で喧嘩はしたことないの？喧嘩ないないない、喧嘩はないね。あ、終わっちゃった。